ゴミ捨てを行っています。ゴミを捨てるときはここのレバーを下に下げます。そうすると蓋が開いてこうやってゴミを落とすことができます。それから中の掃除なんですが、このノズルをここに差し込むと、これがちょうどドライバーのような役割をして、こういうふうに外すことができます。それでここのこのフィルターの部分を掃除するわけですね。それからここの上の部分ですね、これを回すとこの部分が外れます。で中にフィルターが入ってます。でこれはホコリを取って、あと水洗いをして掃除をします。それからもう一つ、ここの蓋のところですが、ここにもフィルターがついています。これは水洗いはできません。他の掃除機でゴミを吸い取るか、こうポンポンポンと落とすだけです。